ジャッケ王子の80年代ホラー映画館、ゾンゲリアでございます。このゾンビとサンゲリアを足したようなタイトルでなめてくさっている方がいるかもしれませんが、ものすごく怖い映画です。まあ、あの、いわゆる今、モダンゾンビと言われてるね、あの、ナイト・ボク・ザ・リビング・デッドから繋がる、あの、人を食べて、ノロノロする動きのゾンビではなく、これはブーズーゾンビに使い、 まあ、いわゆる、えっ、ー、と、死者を生きらかせて、労働者のために働かすという,いうような形で、えー、のゾンビでなんで、古典ゾンビなんですね。にしても、スプラッター度は高くて、かなりきつい作品になってます。はい。で、あの、まあ、自分以外に、まあ、保,保安官も、ええー、 ま、それは信じられなくて、捜査をし始めると、死んだはずの人間が次々に生き返っているので、えっ、ー、と、まあ、あの、真犯人であるドップスっていうね、死体安置上に、の処理をしている係に詰め寄るわけですよ。そしたら、あの、奥さんはどうなってるって聞かれて、行くと奥さんがもうゾンビ化になっちゃって、えっ、ー、と、拳銃撃っても、あなた今晩何食べる お風呂はどうするって迫ってくるのが怖いですね。はい。一番怖かったシーンです。で、一番最初に、ね、あの、巨乳のお姉ちゃんがいたんですけども、あれは、ティンバートの奥さんのリサ・マリーさんですね。昔から可愛らしかったんですね。はい。えー、っと、ラストはシックスセンスがパクってるんじゃないかっていうぐらい似たような話になってますんで、まあ見た人がばかりだと思う,うんですけども、やっぱり、 シックス選手は、よりも分かりにくかったかもしれないですね。こっちは本当に大論で返しでしたからね。本当まさか自分が信じたなんてって話でしょそんなわけがない中年っていうことですけども。まあ、とにかく、えー、っと、現代は死と埋葬というね、現代なので、えー、っと、放題のゾンゲリアにね、引っ張られないように、ちゃんと見ていてほしいもんですね。はい。尺教授でした。